一緒に撮るか。じゃあ一緒に。はい。一緒に撮ってます。はい。ありがとうございます。ありがとうございます。そうだよね。イベントしたらこことあそこしかないもんね。ぐらいやだね。もんやで。と毎年恒例のね、鴻巣のイベントに参加してますね。なんかね、雨降ってきちゃうよ、そうなんで。なんかね、そう、今のところ大丈夫そうだけどね。去年と同じような感じ。なんか本当そうそう、去年もね、去年参加した時もね、なんか、途中雨に降られてっていうね。そう。まあ今のところね、なんか本当に大ね、持ちそうな感じなんで、ちょっと今のうち、ね、でね、こういうね、ポピーのお花畑ポピーの、そうですね、ちょっと中にちょっとはいいよ、ちょっと、いいかなっていう、端っこの方行こうか、一番端っこの方、じゃあ、そっちが、こっちが行って一番向こう、今日はイベントですよ、コスプレイベントです、はい、ロケじゃないです、ここもね、もう毎年恒例の、そう、毎年恒例の、本当に、でも恒例だけどね、ここはね、飽きない、人もそんないっぱいいないしね、そうね、だから、そう、花番な感じ、そう、毎年来てもいいところですね、そう、本当にね、ただ力はね、遠いんだけど、でもね、来る価値はあるなって思う。今日は23年の5月13日です、はい、で今日は埼玉県鴻巣市の、コスプレイベントに参加をしました、はい、でシャッフルのコスプレで参加しました、はいはい、で毎年恒例の、そうね、毎年恒例の、ね、そうポピー畑ですが、ここですごくね、人はそんなね、多くなくて、ね、そうそうそう、ね、結構景色がいいんで、はい、いい場所です、いい場所だね、はい、毎年ようっていうね、そうね、本当にね、毎年参加してます、はいはい、じゃあ張り切って、はい、行きましょう、えいえい、おじゃあここでね、オープニングとかね、いろいろ動画をね、撮りました。そう。なのでね、ちょっとね、この辺のね、いろいろ散策、散策します。いやもうね、そう、一応ね、自撮りで、そう、そんな感じ撮ればいいよ。そうね。ね、こんな感じの場所ね。はい。であと、で向こうにも、向こう側にもね、まだお花畑あるんで、あるんでね、この先も行きましょう、はい、これよく言えばね、ひまわりだったらね、すごい良かったんだけどね、でも暑いよ、ひまわりの時期だった、でもシャッフルっていうとひまわりっていうね、イメージだけどさ、やっぱひまわりって7月入ってから、あじゃあ暑いよな、暑いよ、そうそう、そう、俺もう本当夏のね、灼熱時刻がね、もう今でも頭によぎるもん、よぎるね、本当に夏ね、本当、そう、本当コスプレとね、夏は相性悪い、相性悪い、本当に、それでもね、夏コミはね、そう、いたけどね、いたけど、いやもう本当にね、いやもう二度と、もういいっす、もういいっす、本当に、もう動画にできたからもう、十分、まだまだ大丈夫そうやでって。粘ろう、これ粘ろう、本当に雨降る降らないうちに、そう、でもなんか本当今日持ちそうな気がするよね、なんか前回よりなんか意外に持ちそうな気がする、なんかね、そう、前回すごい降ってきちゃったけど、そうそうそう、もう今まだ雨降んないけどさ、もうどんと来いとか言っちゃダメだからね、あそうだね、あれやばかったね、こっちが来るの初めてだね、あそうだね、結構そうだね、こっちが来るのはそう初めて、今回初めてかもね、こういうポピーのね、はい、でこっち側が麦かな、麦だね、麦畑、麦畑がある、確かにね、これぐらいのね人数規模だったら全然やっぱ快適、快適だよ、だよね、本当だよ、本当に、でこっちね、一番端っこまで来たのよ、そう、今回初めてね、そうね、そう、この端の方まで、でここはね、あの
なんかパターゴルフ、パターゴルフ場になってるね、うん、だね、うん、であっちが園庭になってるね、園庭っていうか、そう、うん、で向こう側がイベント会場ね、そう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 、吹上アリーナ、吹上アリーナですね、はい、じゃあまた一周しますか、はい、そうだ、あゆみさんの好きなあれゴルフやん、そうゴルフです、まあ、パターゴルフだけどね、あでもパターゴルフはなんかいいけどね、なんかね、なんかのびしてて、うん、確かにパターゴルフぐらいだったらいいかもね、うん プレしてパターゴルフをやってみた。あ、いいんじゃない、まだいいよね、まだいいと思う、すげえいいと思う、せっかくだからあっちの辺も見て、あ、いいんじゃない、しかもあのね、あのマスクしてね、あのそうそう、あのクリアマスク、クリアマスク、あれ拷問だよね、拷問やったな、あれあんなの、うん、あれももう捨てたからね、自分も捨てたよ、ポイって捨てた、自分もね、もうポイって捨てた、ポイって、あのマウスシールドもポイって、そう、ポイって捨てた、もう今必要ないもん、そう、もうマウスシールドね、うん、もうビニールに入った新品も全部でゴミ箱にバーって捨ててやった、うん、自分もそうこんなもんいらんがなって、もういらんがなだよ、そうもうマスクもいらんがなだから、マスクもいらんがな、そう、ちょっとこれ取らない、あ、そうだね、ちょっと、うん、でね、ちょっとまたね、このね、ちょっとパターのね、まあ、ちょうどね、ゴルフ場があるやつね、パターね、パターゴルフのちょっとこっち側で撮影します。そうそう、はい、はい、まあここでね、まあ、こういう感じでところどころ、うん、撮る感じだね。撮りましょうかね。うんうん、あ、撮ろう、うん。じゃあスマホちょっと撮影します。うん、はい、撮ります。これ一応ね、うん、ここで写真撮ってね、うん、それでね、一応ね、また戻る感じだね、そうだね、戻る感じ、あのね、ちょっと心配なのよ、雨がね、あ、そうね、うん、大丈夫だけど、まだまだ、ね、まだまだ大丈夫、大丈夫そうな、ね、じゃあ戻りましょう、はい、戻りましょう、はい、はい、でね、一応ね、撮影全部やってね、うん、そしたらね、雨がね、ちょっとポツポツポツ、うん、そうね、降り出してきちゃったね、降ってきやがった、もう去年と全く同じやん、ほんね、去年とね、同じですわ、全く同じ、うん、もう室内パチンマジか、もうちょっと持ってほしかったですね、まだ大丈夫だね、まだ、うん、まあ、多分風に乗って来た感じっぽいね、そう、できるだけ外で、ね、粘る感じで、そうね、粘る感じで、せっかくね、もったいないしね、そうそうそう、もうね、室内入ったらすぐさ、トレーニングルームのさ、そう、チェル乗ってさ、そうそうそう、それでね、うん、あと体育館みたいな、体育館行ってね、そう、あれもなんとか持ってるね、うん、ちょっとね、できるだけ外で粘って、そう、粘り、そうそうそう、うん、そうなのよ、もう外撮影さえね、一通り取り終えれば、もうあとは、うん、そう、うん、もういいよ、うん、撮れ高的にね、仮装終わったの、あ、まだ、まだやってます、イベントはまだ3時半まで、3時半まで、3時半まで、はい、イベントやってます、あ、いや、生やってない、撮影、そう、はい、まあ、あちこちいるってだっけ、そうそうそう、そうです、はい、すごいねごめんなさい、ありがとうございます、まず大丈夫だね、大丈夫だよ、ほら、雲もちょっと切れてる感じがあるからね、あ、あ、ごめん、じゃあいいよ、あ、そうだね、あとで、お腹が空いたよ、お店を探すわよ、はい、じゃあここでね、うん、孤独のグルメのね、ポンポンポンの撮影を、うん、しました。しました。で、ここで撮影はね、終わった。うん、だね。うん。うん、なんで、まあ、仮に雨降ってきても、もう、なんか大丈夫そうなんで。ないけど、一応外にはいる。そうね、まだあのグランドとかね、あ、そうそうそう、そっちあるから、そっちも行こう。雨もなんかね、さっきちょっと一瞬ね、降った感じはしたんだけどね、うん、まあ、大丈夫。意外に持ってるね。去年より結構持ってるかもかな、去年よりいいと思う、いいかも、状態は、うん、はい、じゃあ写真撮影、うん、ここでも、まあ、ここでもします、うん、はい、はい、撮ります、撮ります。
上がれんの、うん、上がるか。あ、そうだね。一応ね、このね、上ね、うん、あの崖物で有名な金八先生、金八先生のオープニングだよ、うん、そうそうそう、こういう川沿いをさ、そうそうそう、そうなんかさ、あの生徒たちが囲まれながらさ、本当あれ見ると昭和だよね。本当昭和。このそうそう、本当まさに本当金八先生みたいな。そこね、金八先生。そうそうそう。金八先生。そう。で、金八先生がさ、通ると生徒たちがさ、寄ってきて。そう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 。すごいってきて。そうそう。あ、ありがとうございます。ありがとうございます。おっさんです。ありがとうございます。ありがとうございます。おっさんですけど。いやね、こうやって反応してもらえるのも嬉しいです。ね、そうです。中身はもうおっさんですよ。本当にね。じゃあ、まっすぐ行ってみよう。うん。まあ、まっすぐね。私は行ってみようか。行ってみよう。3年 B 組金八先生。すげえ、バレんな。バレるよ、世代バレ。バレる、絶対バレる。うん。ね、ここがね、ほらさっき、ね、回ったお花畑の。ね、一周しました。一周したね。でここがね、さっきね、まあ、一周してきたお花畑一面ですな。そうです。はい。で今ね、このね道を、うん、あの金八先生の道。金八ロード。そう、金八ロード。金八ロード。なんかね、そういうイメージ。イメージはね。そう、金八ロード。金八ロードで今ある。はい。そうね、こんな感じにね。うちらの周りにファンファンが集まってくれるっていうのをね。いや、それ一番あるよ。あ、まあ、あればね。あるよ。だって多分ね、オフ会か、オフ会とかやればね、うん、多分最近はね、多分 5人は来てくれると思うよ。まあ、そうね、それだけでもね、うん、5人ぐらい来てくれる、うん、それだけでも本当に嬉しいよ。じゃあこの先も突っ切って、あ、というかちょっとあの橋ここね、ちょっとレイヤーいるから多分この先も大事でしょう、うん。で反対側はもうほんとのどかな、なんか埼玉県のね風景だね。そうね、埼玉県北部。そう、北部です。そうね、こっち側のどかな、のどかな、うん、なんか吉川市行ったじゃん、あのスタジオナマズの。行った行った。あの吉川市って今思うと本当にのどかな。のどかだよね。まあもう一回行ってもいいかもね。ナマズ。うん。高いんだっけ。まあでも今値上げして5000円だから。ごめんか。やめとこう。やめよう。いいよいいよ。いやいやいや。あれで4000円でもちょっと。そう思った思った。4000円ってね、まあせめて3000円ぐらいじゃない。3000円でしょうって思った。なんか本当こじんまりとした。そう。民家の中に。そう。民家をだからなんかこうコスプレスタジオとして。あ、一応動画あるよ。動画あるんで。うん、そう。スタジオナマズさんね、うん、行ったんですよ。そう、行った。そう、まあ、別に中ね悪くなかったんだけど。中は悪くないけどね、ちょっと高すぎ。高いね。ちょっと高い、4000円ちょっと。そうで今5000円だよ。5000円だよね、うん、ちょっと物がごちゃごちゃしすぎだよね。そうそう、なんかちょっとごちゃごちゃ。そう、掃除機とか出しっぱなしだしね。そうそう、なんかちょっと生活感が、うん、そう、生活感がねすごいあった、うん、あったね。ね、あれもうちょっと綺麗になってさ、うん、たらまあ60点ぐらい出してもいいけど。まあね、そう。でそれでね、更衣室もさ、すごい汚いんだよね、更衣室ね。そう、なんかね、そう、汚かった。髪ってかなんかもう生活臭が半端なくてさ。そうそう。もうちょっとその辺をね、綺麗にしてくれれば、まあそんなところですか。うん、まあ、ちょっとこの先行けるとこまで。行けるとこまで行くか。あの橋でした。じゃあこの辺で。いたすか。うん。一応ここまでちょっと、一応この辺まで来ました、はい、でこれ以上行くと多分まずいと思うんだよね。さすがにね、うん、じゃあ U ターンしましょう。戻りましょう。違う。でまたじゃあね、金八ロードを戻って。金八ロード戻りますよ。はい。川沿いはみんな金八ロード。そう川沿いのね、こういう系の道は金八ロード。金八ロード。またクイズ。県道水道では何の水を使って水道水を使っているでしょう。川じゃない。川でしょう。だって海の水はありえないと思うよ。地下水でも、地下水でもないでしょ。うん。川しかない。川でしょう。あ、分かった。水道なんだね。ほら。あ、本当だ。うん。水が通ってる。ほら。あ、あの橋だ。そう。うん、あの橋ね、ちょっとずっと謎だったんだけど、うん、あのね、水が通ってる橋だね、水橋管って。水橋管っていう、そう、橋だったらしい。あ、なるほどなるほどなるほど、うん、ちょっと謎が解けた、ね、謎解けた、はい、ちょっとモヤモヤが解消して、うん、
ずっとここ来るたびにあの橋が気になって、そうそう、水道環境っていうね、そう、なるほど、なるほど、あ、ちょっと後ろ、あっち行こうか、うん、これまでか、まあでも持った方だ、持った方だね、うん、じゃあ入る、入ろう、食べたくなるで、クレープがめちゃくちゃ女子っぽくていいじゃん、ああいいねいいね、うん、はい、一応ここまで戻ってきました。戻ってきました。そうで、コンサート会場とかあるのよ、ここね。うん、あるね。あ、なんかちょうど今。そう、なんかやってそう。やってる感じだね。はい、じゃあ一応中、うん、入りましょう。で、一応ね、あの雨降ってきたんで、中来ました。そうね、中。そう、ここもね、コスプレ撮影エリアで、あのメインアリーナっていうね、なんか体育館みたいな。そう、感じのところです。はい、よかったね、初めからここ来てたら終わってたね、終わってた何もやること見よう、そう、いや俺ほんと思ってたもん、今日多分微妙だろうなと思った、自分もね、そう思ったんだよ、なんか雨だしさ、あでもなんかもう室内だけでもまあなんか撮れたらなみたいな感じで行ったけどね、なんとか雨は持ったから、持ったし、うん、はい、でここがなんかまあ観客席みたいな、一周、あとでトレーニングルームみたいなところも行こう、あやっぱまあここはスポコン系のまあそりゃそうだよね、スラムダンクとかね、そう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 、これ、ま、負けたら、ま、やめたらん、諦めたらそこで試合終了ですよっていうダメだ、まるで成長してないとか、そうそう、安西監督安西先生か、安西継続で、安西継続で、でも継続だよね、そんな感じですよ、そう、監督が安西継続、安西継続、安西先生、バスケがやりたいですいや本当あれ見てね、やっぱ昭和だなと思う、うん、あれ平成だよ、うん、平成初期、初期だよね、うん、90年代よ、うん、やっぱここからもう本振りになってくる、うん、そう、勝ち出してるしもいいし、あやっぱり終わった、トレーニングルーム行く、はい、行こう、でここね、あの卓球台も、そう、卓球台もあるんだよね、うん、でここも一応ね使える、あ使ってるね、あでもせっかくだから、あ今回結構多いね人、あせっかくだから入る、あ今回人、うん、まあ、自転車は最後の方でいいんじゃない、さすがにこういうところでさ 筋トレするのもちょっとそう嫌だよ、ちょっと一回ちょっと、うん、休憩しよう、あ、そうだね、休憩、あ今ね、体育館のね、観客席で、うん、まあ、休憩してます、さっきトレーニングルーム行ったらね、結構人多くてね、そう、うん、すごいね、あの人が多くすぎてね、うん、なんかね、それでね、なんか換気してないからね、そうそう、すごい暑いのよ、蒸し暑かったからね、そうだから今ここに来てね、そう、よくあんな耐えられるなと思うね、思うね、本当、そうちょっとまた後で行きます、また後で行きます、トレーニングルームのね、今自転車、うん、最後はここだよね、そうね、大体そう、最後はここで終わる、始まった、コースは JK だな、 JK の普通の、あ山中君、あーいいと思うよ、普通の半袖の、そうそうそう、 JK コースでやろう、ダンベルがあるんで、そう、持ち上げて、でこれあの3キロ、まあ余裕ですな、うん、余裕でしょう、そんな3キロぐらいで、じゃあまず4キロ、うん、ああはい、余裕でしょう、俺中学校の頃4キロでやってたもん、マジか、これ、うん、中学で4キロ、うん、中学で、すごいなそれ、これ7キロ、はい7キロです、まあなんとか。なんとか
ゃあ次、10位行ってみましょう。いきますか、じゃあ行きますか。さすがに無理でしょう。無理した方がいい。危ない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 よ、危ない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 自分これなんで、ね、まあね、あゆみさんね、腕がね、結構ね、鍛えられてるから、ね、そう9キロね、うん、あー、すごい軽々しく、あ、すごいね、全然やっぱり力あるよ。10キロ、あゆみさん的に余裕でしょう。あー、すごい、やっぱ軽々しくはい、まあでもやっぱ来るか。ちょっと試しに20持ち上げ落としてみ。いや無理だよ。ああマジかマジか。うんマジか。いやでも それ持てるだけでもすごいよ。うん。これだからね。うん。これだからね。ねすごいねやっぱさすがあゆみさん腕力が。ダンベルを持ってみた。はい。世界で一番変態なコスプレイヤーあゆみです。はい。で今日は、これね、埼玉県のね、はい、あのね、ホームス、はい、来ました。はい。で、これを、うん、いいんだよね。いいんだよ、いいんだよ。じゃあ、失礼します。こう。あ、はいはい。あ、髪飾り。いいですな。ね、一応、こんな感じで。はい。私はね一応上品だよで、あの表地はね、うん、裏では変態です、うん、はいはいはい、一応こんな感じ、はい、かわいいでしょ、かわいいね、いいね、一応ね、一応女の子なんで ね変態なのに変態なのにね、はい、はい、以上です、はい、大して何もない、ね、まあはい、ただの乙女をやっただけ変態なコスプレイヤー、変態コスプレイヤー、変態、ね、変態ということで今回の動画は以上になります、はい、良かったと思ったら高評価、それとチャンネル登録よろしくお願いします。よろしくお願いします。それとコメントもよろしくお願いします。お願いします。最後までご視聴ありがとうございました。ございました。次回の動画もよろしくお願いします。お願いします。それじゃあまた。